東北大学の青木と申します。どうぞ短い時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、仙台都市交通プランが目指す新しい街中の形ということで、お話をさせていただきます。今現在仙台の街中がどういうふうになっているかと申しますと、基本的にまだ街中にたくさんの人がおられるんですが、郊外には、大型のショッピングモール、それからアウトレットモール、そういったものがたくさんございます。で、非常に彼らはやっぱ努力をしておりまして、できた当初は、単なるショッピング空間という感じだったのが、だんだん交流スペースを作ったり、くつろげる空間を作ったり、いろんな機能を持たせるようになってきております。でその結果どうなってきたかと申しますと、郊外 の, ショッピングに特化した空間というのがだんだん中心市街地に近いような機能を持つようになってまいりました。じゃあ一方中心市街地はどうだかと申しますと、やはり車で来るには、駐車料金が気になってしまう。そうすると滞在時間が短い。それから、郊外 の, ショッピングモールと店も重複していることが少なくなくなってまいりました。で、そうなると皆さん郊外に買い物に行ってしまうことが多くて、残念ながら街中を歩いている方は少しずつ減少する傾向にあるかと思います。で特に仙台の、昨今の傾向を見ますと、一番町周辺、上善寺この周辺ですねの歩く方は少しずつ減って、駅前の JR 仙台駅前の方に人が集中してきていると。でその一方で東京に買い物に行く人が増えてきておりますので、だんだん仙台のマーケットが特に中心地のマーケットが小さくなっているんじゃないかなと思われます。でこれが続くとどうなっていくかと申しますと、昔は仙台の町は駅前からこう一番町、中央通り一番町という町の構造をしてましたが、だんだんこう一番町中央通り周辺の店が減っていってしまうと、非常に悲観的に考えますと将来は、もしかしたらこの辺りのですね、店舗が少なくなってしまって駅前だけが残ってしまうんではないかと。でそうなるともうマーケットも非常に小さくなってしまいますんで、ちょっと特別なものそういったものが買えない、ちょっとマニアックなものそういったものも買えない、それを買うためには東京に行かなきゃいけない。もはや東北の顔ではなくて東北の一つの町と大きいショッピングモールと変わらないというような形になってしまうのではないかということが懸念されます。でじゃあどういった町をこの後目指していくべきなのかと、よく昨今都市計画をやっている方の中で言われますのが、歩いて楽しい町と、これが今日のキーワードだと思っていただければいいかなと思っております。具体的には車で郊外に買い物に行って、帰ってくるというアメリカ型のライフスタイルから街中に行って歩いて、街を楽しむというヨーロッパ型のスタイルの街にか、それが、体験できるような街に変わるということが求められております。これはドイツのライプツィヒとか、イギリスのグラスゴーですけれども、どちらも人口はそんなに大きくはないですが、街中にたくさんの店が残っております。私自身両方とも行ったことございますが、歩いている方も非常に多いですし店の種類も多いです。で、そこではですね、まあ、なんて言うんでしょうね、歴史も感じますし非常に、そこで過ごす時間には豊かさを感じます。で、全てが全ていいというわけではないんですが、やっぱり、アメリカ型の郊外に行ってパッと買い物して帰るというよりはこういう生活を目指すべきだろうと。で、これは昨今言われている SDGs の方向とも合致しているかと思います。で、こういった歩いて楽しめる街を実現するにはどうしたらいいかと申しますと、まず街の魅力を高めること、それから街中にで移動しやすいこと、それから街に行きやすいこと、こういう要素が必要かと思います。で、この要素のうち実は2つは交通計画と非常に密接な関係を持っております。つまり交通が、歩いて楽しめる街を実現する非常に大きな影響力を持っていると考えられます。で、今回の中間案の中ではさまざまなツールが記載されておりますし、それを用いて新しい街を作ろうというそういったチャレンジがいろいろなされております。まあ、
将来的にはですね、こういったバストランジットモールのように、まあ、本当はヨーロッパ型の LRT とか路面電車があると非常にいいかと思うんですが、一般車両を規制して、まあ、バスを通してその、公共交通を使って皆さん街に遊びに来てそこで時間を過ごすと。で、駐車料金も気にせず、楽しく買い物をすると。で、街の中を歩いて何があるのかなと、何か楽しいことやってるかなというワクワクできる、そういう体験を目指す。で、吉田先生のご発表にもありましたように、MaaS等を使いまして、先進的な取り組みを行うと。そうすることで、仙台はさすが東北一の都だと、大変先進的な東北ではない取り組みをやられていると。しかも街が賑やかで楽しい、行けば非常に、ディズニーランドではないですけれども楽しい思いができる、そういった空間を作っていくべきだろうと考えております。で、これは最後に、これは仙台、都市マスタープランの中間報告より、抜粋させていただいたんですが、将来的には多くの方が道を歩いていて、で、空間のデザインもきちんときれいになされていると。そして、自動車以上に歩いている方ですとかコミュニティサイクルを使って環境にも、優しい、そういう状態になっていると。そして皆さんが、時間を気にせず街中で、楽しい豊かな時間を過ごせると。で、こういう、ことをですね、ぜひ交通の面からアプローチしていって、都市計画との連携はもう不可欠ですが、2つともにがっちり肩を組んで、そして仙台が東北に冠たる都になるように頑張っていっていただければなと、そういう思いを込めて今回の中間計画も作っておりますので、ぜひご意見等ございましたら、まあ、私が言うことではないかもしれませんけれども、中間パブリックコメント等にご意見いただければ、また、協議会の中でも議論させていただきますので、で、皆様のご意見で、いい街を作ろうという気持ちが非常に重要かと思いますので、ぜひ熱いコメントの方いただければと思います。以上になります。